花見療法ですということで、今日のね、ちょっとすいません、ゲップ出て。今日のね、ご相談者はですね、あれです、人のことをすぐね、妬んでしまう。私は、ひどい人間でしょうかっていうね、悩みの相談です。この問題深いんですよ、結構。深いんで、やっぱね、人間って、なんだろう。やっぱりこうね、向上心があるっていうか、成長していきたい。ね。今よりも未来の自分はよくありたいと思う。そういう気持ちはね、絶対あるんですよ。の中で、やっぱりね、人を、自分よりもいい生活をしてる、いい暮らしをしてる、いいものを持ってる人。例えば、自分が男だって、自分よりがもう理想とする女性を連れてるような方がいると、やっぱり妬む。これは当たり前の話です。問題はね、妬むっていうか、まあ、嫉妬するっていうかね。俺にないのになんであいつにあんのと思う気持ちはね、これ仕方がないと思うんですよ。ただそっからどうするかだと思うんですよ。妬むから癒やしじゃなくて、妬むのは、まあ普通なんで。いや、羨ましいなといいなって思うのはね、それをプラスに変えるかマイナスに変えるかですよね。大事なところは。やはりね、そう思ってくそーなやろと思うのか、それとも、わ、俺もああなりてえが、どうやって頑張れるんだろう、どうやったらいけるんだろうって、こうね、プラスに変えるか、ね、そのエネルギーの変換ですよね。その妬みのエネルギーをプラスにするかマイナスか、ここが大きいだと思います。大きなことだと思うんで、必ずね、プラスの方に変換してください。どうやったらそういう風になれるんだろうか。どうやったらああなれるんだろうかってね、考えてください。妬むんじゃなくて、あの野郎、畜生、この野郎と思うんじゃなくてね、必ず、いい方向に、自分が成長する方向にね、だってもうそんな陰口言ったって、妬んだって仕方がないんだから、基本的には。ね。プラスにしていく。自分も近づけていって、過去の自分より、将来の自分が良くなるように。そういう風にしたらいいのかなと思いますね。うん、いろんな問題があると思うんですけどもね。やはりね、そこら辺はね、どうすればいいかっていうね。プラス思考で頑張っていったらいいんじゃないかと思いますよね。うん。やっぱりね、まあ、まさがみなんかどっちかと落ちこぼれだから、絶対どっちかっていうよりも落ちこぼれなんでね、私落ちこぼれなんで、結構ね、もうね、もう、運での差があるわけですよ。運での差がね、あるんで、もうそれも仕方ないじゃないですか。ね、やっぱりね、イケメンの方はやっぱりモテますしね、頭のいい方には勝てないですしね、うん、人気のある人には勝てないんでね、うん、そこら辺考えて、やっぱり、なんだろう、プラスの方に考えていくのがいいんじゃないかと思います。どうでしょうか。ね。もうね、羨ましいなとかね、妬んでしまう気持ちはね、もう絶対人間誰でもあると思うんでね。そこはやっぱりね、自分をプラスによく考えていく方向にしてください。それでは皆さんごきげんよう。